世界を旅している間、さまざまな人間を見てきたわ。あなたとは仲良くできるといいわね。今日は順調かしら。ダメでもくじけないで、一曲歌ってあげるわ。なんでここにいるの？もしかして聞こえた？話を聞かない人間には何を言っても無駄でしょ。もっと姉様の前にふさわしい歌声になりたい。これ以上歌うと喉が潰れちゃう。少し休ませて。心配しなくていいわ。もう喉の調子は元通りよ。しょうがないわね。ついて行ってあげるわ。もう歌えないか。ご飯できたわよ。早くしないと私が全部食べちゃうわよ。姉様の舞は人一倍の努力をしてきたから美しいのよ。悲しい時は歌いましょう。歌声は進む道を示してくれるから。ん？この箸のこと？箸というより私は串として使ってるわ。ほら、食べ物を刺して食べる方が食べやすいじゃない。喉の調子をキープするために蜂蜜ドリンクを常に持ち歩いているわ。舞で姉様に勝る旅芸人などこの世に存在しないわ。私たちと一緒に世界中を旅したい？変わった恩師ね。しょうがないわね。これはさすがに断れないわ。私もあなたのそばにいたいもの。最近私の歌声に新しい感情が乗るようになった気がする。それはあなたがそばにいてくれるからかしら。しー、静かに耳を貸して。あ、に、し、え、る。踊りたい？あなたなら私の歌声で踊っていいわ。何をしようかしら。すごいじゃないの、恩人。ちょっと見直したわ。まだ終わりじゃない。恩人、再挑戦しましょう。ふーん、私の好みを調べたのね。ありがとう。